トリンチェサーです。今回はこちら妖怪ウォッチ妖怪アーク K5、 そしてデラックス妖怪アークシリーズ03、妖魔一武道会邪神カチカチ、こちらを一緒に紹介していきたいと思います。はい、今回の妖怪アーク K5 は妖怪アーク全20種プラスシークレット1種となっていて、超激レア妖怪アーク3種、激レア妖怪アーク2種、レア妖怪アーク9種、ノーマル妖怪アーク6種となっています。妖怪ウォッチ4のゲームやアプリと連動します。こちらは更新バージョン4以上で聞けるものとなるので、まだ更新してない方は更新してしまいましょう。はい、そしてさらにですね、こちらはなんとなんとバージョン5以上ということで、今私が持ってる妖怪ウォッチエルダはバージョン4まで更新してあるので、その状態でこちらカチカチだけ聞けないのか、プニ神様も聞けないのか、ちょっと試してみて、その後5に更新して音声を聞いていくようにしましょう。4の方更新してない人はもう5に変えてしまえば両方とも聞けるものになるので、5に更新してしまってください。ホームページの方でもうデータはアップデートされて配信されております。はい、ではまずはこちら妖怪アーク K5 から開けていきましょう。今回宝玉師匠が手に入るんですが、こちらの個人がまだ出てきてないんですね。はい、川太郎は結構確率高めで出てくると思います。はい、前回の動画でゲットしました。海一牛馬もついてますね。で、ランが前回ゲットできなかったので、ここで個人がゲットできるかによって頑張るかどうか決めたいと思います。はい、では行きます。こちら超激レア妖怪アーク、まだ1個も出てないので早く欲しいですね。さあ出てくるかな。はい、こんな感じのパッケージになっていて、キラキラしててとっても綺麗ですね。では1パック目開けていきましょう。さあ1パック目は何かな。はい、今回も裏側から入ってますね。あ、これ誰かわかりますか。はい、こちらが川太郎になります。前回いい動画を見てくれた人はちょっと一緒に楽しんでもらえたかなと思うんですが、もう覚えたかな。はい、後ろから出てきたものはみんなに当ててもらいましょう。はい、これは何でしょうか。なんとなくね、絵柄でヒントがありますね。はい、桃太郎にゃん、かわいい。お、いい流れです。個人とか来てほしいな。3パック目は何かな。お、これは誰かわかりますか。はい、百姫。4パック目いきます。4パック目は誰かな。これも持ってますね。うーん、持ってるのばっかり。これは誰かわかりますか。はい、ホムラテングでした。5パック目いきます。5パック目は誰かな。じゃん。あ、これもわかりますね。わかりやすい、オカマの形です。どんどろー。はい、6パック目いきましょう。6パック目は誰かな。そろそろ来て、いいやつ来て。じゃじゃん。はい、鬼ですね。これはバッグが黒いので黒鬼。はい、なかなか欲しいの来ないですね。来てくれないかな。あ、これは、はい、わかるね、生ハゲ。ああ、今回はちょっと引き悪かったかも。これはノガッパ。ラスト2個。やばいやばい、全然出てこないけど。ほい、これはバク。ラスト1個。せめてせめて超激レア1本だけでも。せーの、じゃん。あ、こっちか。これも箱かぶりしちゃったのかな。なんか見たことある流れでしたが、これは
シークレットかな、タロニアントリオになります。このアークはものすごくいいアークになります。音声もしっかり入っていてメロディーも入っています。まあ歌ってるんですけどね、可愛いです。はい、ということで新しいアークが1本も追加されず、ちょっとドキドキしてます。やばいなぁ。ラスト1箱どうでしょうか。開けていきましょう。まあこれで出なかったらね、追加して買ってこようと思います。さあどうかな。1個目、あ違う、パックがあれ向きですね、後ろ向きじゃない、中のアークがちゃんと前を向いてます。いきます、せーの、じゃん、ドンドロ、まあ、出てくるのは同じだったら意味ないんですけど、これもですね。はい、2つ目は何かな、3つ目、はい、3つ目いきます。さあいいの、こい、無理壁、無理壁は持ってませんでした、やったね。あ、今回に限りですけど、この中のアークが後ろ向きのものと前向きのものをセットで買うと、もしかしたらコンプリートしやすいかも。さあ続いてはどうかな、桃太郎にゃんは持ってるんです、これ好きなんですけどね。おお、これは超激レア、1個も出ないタイプかも、これもきつい。さあどうかな、クローニ、さっきも出ましたね、ウィスパーが逃げてます。はい、続いていきましょう、せーので、これ見えたよー、おお、レンちゃん、タロニアントリオ、おお、ここで珍しいの2つ来ちゃったよ。そしたらもう来ないかな、モノマネキン、これも持ってますね。やばい、超激レアが1本も集まらないこととかあるんだ。はい、あ、影オロチが来ました、これは嬉しいですね、影オロチ。あと2個だよ、開示どころか1本も超激レア出ないとか痛いですね。あ、スイッチ、まだノーマルアークも揃ってない、ノーマルだったかな。はい、いきます。ラスイッチは誰、川太郎ということで、超激レア妖怪アークは今回はこちらブラックダイヤニャンと個人ともう一人山吹鬼だったかながいるんですが、どれも入っていませんでした。悔しいな、今回はちょっと引き悪かったですね。次回の動画で、ゲームと連動してどんどんこうコインを回したりしようと思っているので、その時に一緒に追加して購入した箱の方も開けていきたいと思います。はい、今回2箱開けて手に入れた妖怪アークは14種類ですね。今回の箱に入っていなくて、前回出てきたのがこちらのキュン太郎とゴルニャンと青鬼でした。これを合わせて今手持ちのアークは17種類ということで、あとノーマル妖怪アークかなか、レア妖怪アークのどちらか1種類と、あと超激レア妖怪アーク3種類の4種類が出てないということですね。はい、頑張って集めていきましょう。超激レアがこんな来ないのも久しぶり。はい、ではまずは今回ゲットした新たなアーク、無理壁と影おろちから聞いていきましょう。まずは無理壁。影オロチ、
っと可愛い。はい、ではワンちゃん。こんな感じで両側にちゃんと音声入ってますね。はい、では残りの枠もどんどん聞いていきましょう。バク。生ハゲ。Thank you.
いいですね。こちらの悪魔どちらも喋ります。しかも100期目。モノマネキン。桃太郎にゃん。桃から生まれた桃太郎にゃん。いいですね。じゃあ桃太郎にゃん比べをしてみましょう。こちらも音声入ってます。はい、こんな感じ。そしてこの音声にぴったりの裏側ですね。友がいればね。はい、とっても可愛いです。はい、のがっぱ行きましょう。タロニャントリオ。はい、タロニャントリオの音声が入っています。はい、コメントくれた方もいましたが、仲良さそうに見えて仲悪いんですよね、この3人。
感じで歌ってる音声が入っています。歌メダルを思い出してちょっと懐かしかったですね。とっても可愛いアークになります。はい、では続いてこちらデラックス妖怪アークシリーズ03妖魔市武道会邪神カチカチ見ていきましょう。開けてみるとこんな感じで入ってますね。大きい方がカチカチかな、で小さい方が国神様が入ってるものかなと思います。はい、じゃあ大きい方から開けてみます。はいですね。おお、すごい、スライドするタイプになっていて、はい、出てきますし、中にこう収納されてる方がかっこいいかな。はい、裏はこんな感じ、魔王みたいな感じになってますね。はい、小さな方、国神様の方も開けてみましょう。おお、キラッキラー、これも綺麗ですね。裏はこんな感じになっています。はい、この2本のアークがセットになっていますね。はい、こちらのアークはバージョン5に更新しないと聞けないそうなのですが、4で入れるとどうなるのかな。あ、これは聞けますね。プニシンだった。はい。子供たちがプニガミ様、プニガミ様って言ってたので、プニガミだと思ってたらプニシンなんですね。こちらはバージョン4で聞くことができました。ではカチカチの方はどういう反応になるでしょうか。え、どうかな。あれー、聞けちゃったということで、バージョン4でも聞けるようです。一応更新データは配信されているようで、そちらもダウンロードしたんですが、まだアップデートはしてないんですよね。ですが聞けちゃいました。はい、はい、ということでこちらも問題なく聞けましたね。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチ妖怪アーク K5 のボックス開封とデラックス妖怪アークシリーズ03妖魔市武道会邪神カチカチ、こちらの商品を紹介しました。いかがだったでしょうか。はい、ちょっと超激レアが一本も出ないという悲しい結果だったので、追加購入して、次回はそちらの開封と、あとは妖怪ウォッチ4の方に読み込んで、どんなアイテムをゲットできるかチェックしていきたいと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。